大関駅は、福井県堺市堺町大和寺にある、越前鉄道三国あわら線の駅。駅番号は E37。大関駅延慶ホーム三国あわら線の東側に立つ木造の駅舎は、京福時代の駅舎が、越前鉄道のカラーリングを受けてそのまま、使われているが、無人駅らしく機能は、待合室のみである。ホームは一面二線の島式ホームのため、 校内警報器のついた通路で駅舎や入り口へ連絡する。ホーム上は駅名標のみで屋根がない。なお、三国方面の線路は直線化されている。駅舎の南には8台入る駐車場とその間には鉄板を波状に曲げたものを歩道に沿って並べ駐輪場と待合所扱いになっているモニュメントがある。その詳細を下に記す。 平成30年堺市統計年報によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。麦畑など田園風景が広がるが、大関駅を囲む農村的集落のほかに、福井市への通勤圏として、宅地開発や離口福井事業所などの工場も、幹線道に沿って点在する。大関駅の駅名の由来は、諸説あり、 現在の駅所在地である地名の大和寺、駅周辺地名の上野関、下野関の造語とするもの、町村西発足時の境群、大関村とするものがある。2017年3月12日の大相撲平成29年、3月場所初日から、駅名看板が、相撲文字へ変更され、星取り表も設置された。ありがとうございます。